こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は214ページから解説していきます。目標設定が単なる経営者個人のやりたいことでは社会性がなく、多くの人を巻き込むことができない可能性があるからです。多くの人を巻き込めなければ、顧客も社員も少数となり、ビジネスとしては成功できません。この意味において経営者本人の責任の輪の広さが重要になります。そして自分が本能的に興味のある関心の輪をここに重ね合わせることが大切です。関心を持たない責任は無責任に通じるからです。個人でしたいこと、モントが見つからない人は、自分の社会に対する責任としてなすべきこと、主事を考えるようにしましょう。なすべきこととは、中曽根康弘元首相が使った責務第5章6、3章であり、ミッションに通じる思考です。社会人として自分探しの旅を続けることは時間の無駄遣いです。責務に従って今の仕事に全力で打ち込んでみましょう。その過程で自分のあるべき姿や生きる意味がやがて見えてきます。全力で取り組むものがなければ、自分探しの旅に終止符が出ないのです。自分のしたいことが見つかっている人は、それが社会から求められているかことかを考えましょう。求められていないことは単なる趣味に等しく、ビジネスに持ち込めば成功は難しく、社員の立場であれば周りの人との間でコンフリクトを起こします。リーダーシップの3つの役割を果たすために必要な要素は次のものです。1、目標設定にはミッションを持つこと。2、目標共有にはパッションを持つこと。目標共有には経営者が情熱、パッションを持って社員に語り続けることが必要となります。3、目標実現にはハイテンション、高いモチベーションを持つこと。ちなみにミッション、パッション、ハイテンションは斉藤隆教授の教えです。ここまでの解説を久野会長お願いいたします。はい、こんにちは、久野です。そのリーダーシップの、ね、本質っていうのが目標設定、意思決定であり目標設定ね。でこの目標設定ってね、ものすごく自由度が高いんですよ。何をやりたいかね、何を目標にするのか、そして自分がね、こうやりたいって思うことを目標設定すると意外とちっちゃくなっちゃう。目標って小さな目標ね。でこの小さな目標もいいんですけど、我々ね、与えられたギフトっていうのを考えなきゃいけなくて、こう日本でね、こう生まれるとね、アフリカで生まれるよりもかなりね恵まれてるんですね。うちなんかのバングラディッシュでも会社あるんですけど、そういう人たちと比べてもね、すごく恵まれた環境の中で我々育ってきてて、割とね自由にできるの、いろんなことが。でも本来ね、例えばインドのね、あの農家で生まれるとね、一生ね、あのその農業やってるわけですよ。そこで離れられない土地ね。だからあのタックのね、あの創業者の斉藤先生がね、まあインド好きでね、インド旅行してた時にずっとね、あのインドの農家の光景をね、こう眺めてた。でずっとね、牛のお尻をこうパンパン叩いて、田を耕して、でふと思ったことがあってね、この人はこの牛をね、お尻パンパン叩いて田を耕して、生まれてから死ぬまでね、ずっとこの仕事をしてるんだっていうことに気がついた。で斉藤先生はね、そこでこれはまずいと、で自分気がついちゃった。そこで気がついたら何かっていうのは、自分の責務を気がついて、自分は与えられたギフトを持ち、自由なね環境のある国で生まれね、自由な状態になる、今ここでインドでこうしていてはいけないと、すぐに日本に帰って自分のなすべき責務を果たしていかなきゃいけないんだって気づいたわけですよ。自分はできる環境にあるから、社会のためにね。そういう形で自分が何をしたいのかを超えて、自分の責務を考え、自分のそれをミッションにしていくと、より大きなね目標設定がデザインできるようになっていく。ここがね
すごく大事なところで、社会起業家的なコンセプトなんですけれど、でも多くの人はね、自分のやりたいことを目標設定する。そしてそのやりたいことっていうのがね、自分のポテンシャルよりも意外とちっちゃかったりするわけですよ。本来裕福な家庭にね生まれ、そして十分な教育を受けて大学も出してもらってね、人によっては大学院まで行って、その中で今自分が何を選んでるかって言ったらね、なんかちっちゃなことを選んじゃう人もいるわけ。それだけの教育を受けたにもかかわらず、日本っていうこの豊かな国で生まれたにもかかわらず、でもその環境で育ったからにはそれに応じた責務をね自分が感じ取る。これがねノーブレスオブリージュ、ノーブレスオブリージュっていう言葉知ってます？聞いたことある？ノーブルっていう貴族っていうの、まあこれフランス語なんですけど、英語で言うとノーブルのオブリージュというのはオブリゲーションという意味でね、あの貴族として生まれたからにはその義務責務を果たさなきゃいけないんだと。まあ要はね、遊んで暮らせる人なんですよ貴族、まあ中世とかのねヨーロッパの貴族だけど、そういう環境で生まれたからには民のためにね、道路を整備し橋を作りとかね、教会作りとか、まあいろいろやることあるでしょ。貴族に生まれて遊んでるだけじゃダメよと。ノーブレス・オブリージュの気概を持って社会に対して役立つことをしていかなきゃいけない。で、我々貴族じゃないんですけれども、でもその気概を持って豊かな国で偶然生まれることができたんだから、貧しい国で生まれた人はね、もう生涯そこでねの鎖につながれちゃってるの。社会的なね、ノームとかね、そういう規範とかね、ある国たくさんあるわけですよ。それから経済的にもね離れられないとか。でも我々自由になるんだから、だからこそ勝手な生き方をするんじゃなくて世の中で役立つことをやろうと。これがね責務の認識であり、リーダーシップの本質。意思決定とは自分の身勝手なことをするものじゃない、ね、ノーブレス・オブリージュの気概を持ってねリーダーとしての責務を果たす。ここがねポイント。